巨人エリア再開。殺されたからな。どこで俺死んだ。ここから弓で狙撃とかっていうのはできないのか。やっぱ向こう側に渡って、あ、向こう側に抜けられる道があるね。だから多分最後下で戦った方がいいのか。下手にこれ、走る走る、ここはもう走りに行く。安全地帯がありそうだね。うわぁ、すごい、なんか必死で俺を止めようとしてる。ネズミのマークがあるんですよ。あ、下行くか左行くか、左行くか。いや、これ絶対正規だろ。上にはしごもあるし、先に下行くか。けど、あれ宝箱のチェーンがない。これはミミックかどうか見分けられないな。ちょっとロイドでも投げてみるか。ロイド、ロイド、これスイッと、あれミミックだ。ディープブライドディヴァイントーン、ほ、疲れさんミミック。ミミック今作強いからね、まとめて戦ってたら俺の S とか持たない。あ、これで下に来るのか。さっき上だったけど、ってことはのみちこれ下に持ってこれるんだから、上から行ってみっか。気持ち悪い。背伸びしてたよ、背伸びっていうか。ミミック意外と上にも行けるんだよね。これ下がさっき正規だったから、で一回上行ってみるか。なんだろう、これショートカットかな。なんか音聞こえるな、足音。またこの魔女か。まず一番嫌いかも俺、今回敵の中で。ハンドルだよね、攻撃の。緩急つけた攻撃。ん、すっごいなんか見極めにくいんだけど。素直にブンブンしてくれるんだったらまだパリ取りやすいけど、溜めるもんね、少し攻撃を。アイテムだけかな。お、あ、これさっき上から矢打ってたやつか。俺まだ落ちる。この巨人戦うんだろうな、後々。まさかこれがヨウムってことはないな。それはないよな。巨人ヨウム。ああ、間違った。こんなところでエストを無駄にしたくない。あそこに宝箱。ああ、違うか。こいつ結構厄介なんだよな、2体で行くか、いつも。3体かい。落ちろ、下に。落ちたな。1体だったら落ち着いてバックスタブ取れる。大したことないんだけど、3体くらい来られるとさ、何もできないよね、俺。攻撃受け続けて。強靭がもっと高ければこれ隠し扉っぽいな。なんか強靭が高ければ、あー、ヒルみたいなやついるね。燃えろ。
ビッグガイデンス。あ、これがあの奇跡か。メッセージが多く表示される。今回敵結構消えるんだね。じゃあ下行くか。普通に下から行くか。どうせだから。ここさっきもミミックだったから。いろんな武器を強化したいな、せっかくだから。ずっとクレモがばっかり使ってても。お、なんかたまにこうやってエスト、絶対強いよね、これ。メイス持ってるよ。ちょっとバックスタブ取れないかな、後ろから。こっからこっそり。こっち向いてるもんね、ずっと。これはバレてるね、完全に。戦うか、まともに。正々堂々タイマンでいこうか。あれを思い出す。動きを見てみたいな。ガードどこもこんなに来ないの？あ、でも僕の人はそんなに高くない。縦行きしたな、俺の戦技。カスティルナイト、この装備かっこいいな、俺もらいたい。一回止めよう。時間ちょうどいいから止めます。